2月28日放送のトークバラエティ番組、これ余談なんですけど、テレビ朝日系で出演者による薬剤師に関する発言が批判を集めていることを受け、出演したお笑いコンビかまいたちの浜川隆一さん、馬場江なずささんが自身の SNS を通じて相次いで謝罪しました。同番組では、せっかちな関西人がイライラする瞬間をテーマに、浜川さん、相方の山内健司さん、お笑い芸人の馬場江なずささんらがトークを展開。その中で、山内さんが医師の診察後に調剤薬局へ処方箋を持参したところ、薬剤師から、どうされたんですか、お熱もあるんですかと聞かれたことにイライラしたとコメント。病院での医師との問診と同内容を聞かれたことに苛立ったようで、いや、薬剤師には関係ないやん、さっさと薬を渡してもらって帰りたいのに、あれ全然いらん時間やと思っちゃってとバッサリ切り捨てていました。これにババエンさんも、だってそいつ薬剤師が見たって薬変わらへんからなと笑いながら共感。浜川さんも山内さんに同意しながら、薬剤師さんも医療に携わってるから医者憧れみたいなのがあると持論を展開しました。しかし、薬剤師が症状を聞き取りしたり処方された医薬品について説明したりすることは服薬指導といい、薬剤師が業務として行う義務として薬剤師法で規定されています。同日には、現場で働く薬剤師や服薬指導の重要さを知る人からの批判がネット上でそう粒自体に、さすがにないと思います。あれこれ聞いてくるのがイラつく、無駄だと言ってるが、その発言にイラつきます。薬剤師の仕事全然わかってなさすぎてイライラするわと非難の声が多数上がりました。薬剤師が処方内容に疑問を感じた際に医師に確認する疑義照会は大変重要だという指摘も多く、一回くらいは疑義で健康なったりしないとわからないですよね。そら一般の方だと、処方内容が間違っている可能性があるという発想がない方多いでしょうから、もどかしいですね。病状確認は薬剤師の義務で、うっかり全く別の薬が出ていたという事態を避けるのが主目的なんですよ、といったコメントも見られました。これを受け、ババエンさんは2月29日に、全然知らんかった、アホですいません、薬剤師の皆様すいません、と INSTAGRAM ストーリーズに投稿。浜川さんも3月1日に、処方箋の件考えなしに失礼なこと言ってしまいました、薬剤師の皆さん本当にすみませんでした、と XTWITTER を通じて謝罪しています。ネットの声、うちの近所のドラッグストアの調剤にいる薬剤師さんは優秀で、私は難病罹患しているんだけど、処方ミス、組み合わせ悪いものも見つけてくれたし、薬不足で薬が間に合わない時も担当医は知らなかった薬を代替案で提案してくれたりして、本当に助かってる。主治医も優秀な薬剤師さんだよね、僕知らなかったよこの薬って褒めてて、ほんとダブルチェックって大事だし、健康な人は煩わしいかもしれないけど、薬剤師さんは薬剤師さんの目線で確認してくれるから大事なことだと思います。私は器用があるので、近所に優秀な薬剤師さんがいてくれて本当に良かった。引っ越したくない。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。